キスキスふわふわふこんな気持ちメロメロディー夢だけど夢じゃないお願いねマイメロディー大人じゃない乙女です恋するのが仕事です君の名前つぶやくとドキドキするの聞き分けないこの胸が歌い出して止まらない上手じゃなくてごめんなさいだけど聞いて届けマイメロディーマイメロディー星空を越えて君の夢守るリボンマイメロディーハート見つけたならぐるぐる巻きしちゃうからねときめきドキドキハッピーラブ恋する気持ちはいちご色甘くて切ないマイメモリー特訓特訓早くなる私のハートのメトロノームポエムやめてんか はい皆さんお互いの顔をよく観察してスケッチしてくださいねなんで小暮とペアなのよどういう意味だよなあミキはなんでヒイラギ先輩なほら先輩の顔見なくても描けるのってすごいでしょうんそうですねうわーそれヒイラギ先輩だねミキうまいよね今にも動き出しそうそんな決体なもんに動かれてたまるかい成績優秀でバイオリニストでかっこよくてどうしてこんな完璧に素敵な人がいるのかしらまるで王子様だよねそうだ私も先輩を描こうかなせっかくの人物画だもんどうせならかっこいい人描きたいもんね、うん俺だってお前の顔描くんなら虫でも描いてた方が楽しいねなんですってなんだよだいたいあんたまた始まったはいそこおしゃべりしないそれじゃあ人物画の続きは宿題にします次の時間までに提出してくださいねはーいなかなか集まらないね悪夢の音符すいませんヒラギ様何もかもこいつのせいですこいつがいつも失敗するもんですからこのバカがごめんなさい納得いかないけどいつまで待たせるのかな申し訳ありませんあと一歩ってところまでは行くんですがいつも邪魔が入ってマイメロかはい、今日はここまで。みんなお疲れ様。ちゃんと後片付けよろしくね。ミキー。私今日当番なの。もうちょっとかかるから下で待ってて。うん。まだかな。ミキちゃん。ミキちゃん。マイメロ。ウタのお迎えに来たの？うん。ウタ、今日は掃除当番なの。もうすぐ来ると思うから、一緒に待とうね。はーい。あの子は確か、音楽部の桜塚くん。ミキちゃんはいつもウタちゃんと一緒だね。ウタとはね、幼稚園の時からずっと一緒なの。ずっと一緒？うん、ずっと一緒。
これからもずっと一緒だといいね。だといいね。桜塚くん。お。や。隣いいかな。今帰り？はい。ねえ、今度の休み桜塚くんさえよかったら僕の家で。はい。柊木先輩の家に招待された？今度の休み遊びにおいでって。どうしよう、歌何着ていったらいいんだろう。もう急に言われたからびっくりだよ。緊張しちゃった。私のハートドッキンドッキン、チャジャウマメロディー止まらない。陽気な恋の駆け引きで鳴らして私の王子様。ねえねえ、何喋ったらいいのかな。そうだ、私先輩にね。知らない。え、歌？私先帰る。え、歌？プンプン何を怒ってるの？いつものスマイルどこどこどこ？うるさい。あ、え？何よ、ミキ一人でウキウキしちゃって。だいたいいつも鬱陶しいのよ、その変なポエム。ほんでな、昨日お帰りにあの店覗いてみたんやけどな。へえ、どうだった？それがめっちゃ混んでて行列できとったわ。へえ。おはよう。おはよう、歌。あのね、昨日先輩に私、なんやなんや、あんたら一体どないしてん？なんでもない。いや、何すんのよ小暮。おいおい、何ぶっさいくな顔してんだよ。何？こう、もうムカつく。いや。あの二人付き合ってるとか？嘘嘘。全然釣り合ってない。あの程度で柊木様に近づくなんて。そうそう、地味すぎ。パッとしないよね。私の方が全然イケてる。そうだよ、ありえないよ。先輩方、ミキの悪口はやめて。ミキの良さとか、すごく優しいとことか、朝まで電話で悩み聞いてくれるとか、お弁当忘れた時分けてくれるとか、可愛いポエム作れるとか、さよならする時振り返るとずっとずっと手を振ってるとことか、何も何も知らないくせに。何一人で盛り上がってんの？うざ。あ、ゆめなさん、わけわかんないよ。じゃあ明日ね。
お友達もぜひ一緒に。はい。なに、なんなの今の。どうしてヒイラギ様があんなことを。くー、モテモテぞなヒイラギ様。やっぱり男は顔なんだぞな。うん、クロミ様痛いです、マジで痛いです、痛い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 。先輩を描くんじゃなかったの？え？描けたらいいなってミキと喋ってただけだよ。第一モデルもいないのに。あ、なんでそんなこと知ってるの？だってミキちゃんが先輩にお願いしてたの見てたもん。え？この前学校でね。先輩のお宅へ。うん。そう、ちょっと君に聞きたいことがあってね。ダメかな？よかった。じゃあ週末にね。お願いがあるんですけど。何？絵のモデルをお願いしてもいいですか？美術の宿題で、それから友達も一緒に。友達？もちろん、最初からそのつもりさ。え？ありがとうございます。嬉しいな、きっと歌も喜んでくれるよね。ミキ。そうだ、私先輩にね。知らない。え？歌？うん、歌ちゃん。待って。どうだい歌。ふふふ、コーディネートはコーディネート。なんちてなんちて。な、あれ。ごめん、ごめんねミキ。かけた？あ、はい、もうほとんど。そう、じゃあちょっとお茶にしようか。あ、私が。いいよ、座ってて。はい、ありがとうございます。友達来ないね、どうしたんだろう。誘ったんですけど、その喧嘩でもした？あ、ごめん。いえ、すみません、すみません。落ち着いて、何か甘いものでも持ってくるよ。ちょっと待っててね。チッ、マイメロのことをいろいろ調べるはずだったのに、彼女一人じゃ意味がない。せっかくの先輩のお家、でも歌が一緒じゃないと全然楽しくない。ドキドキの週末だけど、とってもブルーなの。だって二人はいつでもステイウィズミー。二人一緒じゃなきゃダメなの。歌と仲直りしたい。ずっと仲良しでいたいよ。夢の匂いぞな。はい、お任せ。
信じてもらえないかもしれませんが、俺たち怪しいものじゃないぞな。お友達と仲直りしたいのね。あなたの夢を叶えてあげるわ。大体一人の男を二人で取り合うから喧嘩になるのよ。そうかも。先輩がいっぱいいたら歌と喧嘩しなくて済む。任せてちょうだい。ふう、あなたたちは開け夢の、ってほらあんたも手伝いなさいよ。かな、開け夢の扉。大丈夫？あ、はい。心配したぞな。美しく生まれ変わった俺ぞな。生まれ変わった俺ぞな。俺ぞな。ひらぎ先輩んち大きすぎて入り口わかんないよ。あ、ミキ。あっちの方からミキちゃんの声。うん。俺ハンサム、俺ハンサム、これでモテモテ、これでモテモテ。やー、来ないで。あんたにはそのヒイラギ様がお似合いよ。こんなところで魔法を使って僕と関係があると知れたらなんて言っても無駄か。最高。ザラブラ。すみません、勝手にお邪魔します。ザラブラ。何あれ、クロミちゃんの悪夢魔法だよ。え、マイメロめ。ザラブラ。バテバラ。いやー、マイメロ怖い。ミキー、歌。クロミノートナンバー124。幼稚園の遠足であんたがあたいのお弁当勝手につまみ食いしちゃったぜ。残った骨ばっかの唐揚げ食べる羽目になったのさ。その悔しさを思い知れ、マイメロ。マイメロ、なんとかして。メロディーと同等しちゃった。どこに、わかんない。 あった。マイメロ、うん、やったやったやった、一人捕まえたぞな。どうな、俺ハンサム、俺かっこいい、人生勝ち組ぞな。マイメロ、早く、うん、早めにしよ。ゾナあれがメロディータクト。なんだあれは。
あのタクトを奪うことができれば。マイメロと一緒にいる子ってあの子だったんだ。どうもありがとう。はい、メロディーキャンディ。消えちゃった。残念。ミキったら、私も一緒に行く約束だったって言わないんだもん。言わせないんだもん。喧嘩したの久しぶりだね。でももうしないよ。ずっと仲良しでいようね。うん、ずっとね。でも先輩が聞きたかったことって何だったんだろう。どうしたの？そんなところで。あれ、君は確か桜塚くんの友達の。おいで、ちょうどお茶の用意をしたところだよ。似てなさすぎです。だって先輩こうだもんね。ねえ、あなたたち、この二人何遍書き直させてもこうやで先生。おかえりマイフレンド、スマイルフォーミー。これからもずっと一緒にドキドキしよう。だからポエムはやめてーな。あんたのせいやないけど、うちはとにかく可愛いもんが大嫌いなんや。わかった。でもマナちゃんに好かれるように努力するね。だからその可愛さがあかんのや。次回お願いマイメロディ。可愛くなったらいいな。マナちゃん仲良くしよう。